サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、ウェブトゥーの編集をしている林と、デザイナーの多田と、元師匠の美咲です。今回もこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。はい、今回はですね、海老原武さんが描く藤子スタジオアシスタント日記マイッチング漫画道を取り上げたいと思います。はい、林さんのおすすめ作品ということですね。はい、はい、どんな作品なんでしょうか。海老原武さんといったらマイッチングマチコ先生を書いてる方で、うん、はい、私この作品を存じ上げなかったんですけど、マイッチングマチコ先生、世代的に読んだことはなかったんです。あ、なるほど、タイトルは知ってるということだったね。はい、うん、でかつその藤子スタジオ出身だってこと知らなかったんですよ。ね、うん、で確かに絵柄的に似てるよね。似てるか、似てるなみたいな。で、もう冒頭に、うん、なぜ僕がマイッチングマチコ先生を描いたのかっていうその答え合わせを早速してくれるし、そうですね、私としてはやっぱり藤子先生すごい好きなんですよ。阿部子先生も好きだし、そう、どっちも好きなので、なんかこのサンデーマンクラブあるあるのあの巨匠のアシスタント話とか巨匠との日々みたいなのをこう、うん、読み解く第何十なんか4段か3段か分かんないけど、うん、その延長でちょっと読んでみたという感じですね。はい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 。でなんかやっぱりね、私の見たい、うんうん、あの藤子先生が見れるんですよ。優しくて穏やかで、あ、なるほどね、寡黙で、寡黙で、で一方阿部子先生は鉄マンだとか言ってもう常にアクティブゴルフ行ってくれる、ゴルフだ、そうそう、先生いないみたいな、そうそう、でも仕事終わってるみたいな。やっぱこの二人が、うん、時はそう話もすごい好きなんで、うんうん、時はそう出た後、そう、ね、もう二人もなんかスタジオは一緒でみたいな、うん、なんか、あ、よかった、二人は本当にずっと仲良くされたんだっていうのを知れてニコニコできるっていう感じですね。だからこれ副タイトル、うん、漫画道ですよね、多分漫画道、あ、そっか、うん、漫画道、あ、そうですね、うんうん、あ、なるほど、漫画道にかけてんだと思ってます。漫画道をだ、そうだね、確かにまーい、うまい。あとなんかね、漫画道といったら、手塚が来て、後ろにもう尊敬しすぎて宇宙背負ってる、そうで、おなじみの五光あれ、そう、五光がもう、そう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 、まあそれはちょっと置いといて、あとね、ここの見どころはやっぱドラえもん秘話、はい、ドラえもん秘話ね、まだ全然小学館に大事にされてない頃のドラえもん、そうだね、そろそろ締めましょうかみたいな、なんか、ね、なんか勝手に原稿を切り出して、その広告に使ったからもう原稿ありませんとか、まさか知らなかった、ね、その、うん、さよならドラえもん原稿一回なくしているとか、うん、なんか、うん、こんなね、うん、こんなこともあったんやなみたいな、うん、でなくしたって言っても藤子さんは、うん、いやでも仕事もらえるだけありがたいから、うん、か神みたいなそうね、そうそう、でも分かんない、その、うん、こう優しい気持ちだけど何か思うところがあったのが、うん、後の短編、ちょっとブラック短編集に行ったのかもしれんけど、うんそういうのを想像しながら見るのが、いろいろ考えさせられますよね。そうそう、すごい楽しかった。うん、うん、確かに確かに。という感じで、はい、じゃあまずは、美咲さん。まあ、ちょっと先に、なんかこうね、書士的なところの話しておくと、はい、まあそもそも、今回取り上げるのが、藤子スタジオ、アシスタント日記、マイチング、漫画道、漫画道、うん、という作品 でこれ単行本が、2015年に出てるんですよね。あ、でこれ続編がありまして、藤子スタジオアシスタント日記マイチング漫画道、全く一緒なんだけど、名作秘話編っていうのが、これが、2017年に、出てる単行本としてね。で、さらにもう一つ、これが、藤子スタジオアシスタント日記マイチング漫画道ドラえもんたちとの思い出編、でこれは2018年に出てるということで、全3冊あるんですよね。でそのうち今回取り上げる、一番最初のやつ、これが、書室は本当にあった愉快な話っていう雑誌の、これはだから竹書房で、そう、竹から出てるんですよ。2013年7月号から2015年7月号ってことで2年間連載してたのかな、うんうんうん、まあでもこれあれでもね、4コマっぽいようなね、そういう、あのなんかこう4コマでは必ずしもないけれども、うん、あれなんで結構
長くやるものなのかもしれないですね、はい、ということで、発売されているものということですね、なるほど、はい、まあ、どっから読んでもおいし面白いという、そうですね、どっから読んでも読める、確かに、はい、じゃあ満を持してじゃないですけど、はい、三崎さん、はい、お願いします、はい、私もこの時代に詳しくないので、うん、単純にレジェンドの先生がどういう風にされていたかっていう秘話として面白かったですし、うんうん、あと、まあ、当たり前なんですけどプロの海老原先生が、うん、こう円熟を持って自分の書き方を分かって自分の世界の中でお書きになるので、うん、そんなこんな言葉あったんだ、それでそれで、うんうん、それでそれで、うん、みたいな、どんどんページもめくっていく面白さ、ちゃんとこう仕掛けみたいなのを、仕掛けというか次を読ませるみたいな、一回一回面白いし次も読ませるっていうのを感じました、うんうんうん、そしてやっぱり海老原先生、キャラクターがめちゃくちゃ可愛いなって思いました、うん、トップに毎回マチコ先生が書いてあるんですけど、うん、マチコ先生も可愛い、なんかこう、マチコ先生、今の多分主流のこう、そう、ね、女子キャラとちょっと違う丸っこいフォルムで、頭身もちょっと頭大きい感じの、うん、ギャグもすんなり入っていけるような、でも、うん、女性として丸くてっていうと、ラインがね、尖ってなくて、髪もこう丸い感じの形を保ってて、これが美しく可愛く、うん、素敵ですよっていう図がポンって出てきて、それプラスその海老原先生のこうキャラクターみたいなのがあって、そこもすごくいいって思いながら読みました、うん、もうあれですもんね、学校出てすぐにもう弟子入りさせてくださいって言うんですもんね、義務教育、うん、今そういう人いんのかな、ねね、かつてはよく聞くんだよね、高校時代とかに先生のところに押しかけて、もう働かせてください、学校辞めますみたいな、そうそうそう、意識持ってきちゃってるみたいな、ね、それもそのスタジオから声がかかると思って待ってたみたいな、なんかこうそういうなんていうか時代ならではの部分もあって、私はやっぱりそういう意味では原稿を、うん、なくした帰ってくれってどういうことってびっくり、まあね、噂として風の噂として切ってあげてたらしいよとか、そういうのはよく聞いてたんですけど、先生が戻ってこないなら、トレースして書きましょうみたいなのを、ままよくあることとして書いてらっしゃるのが衝撃で、これことによってはドラえもんの原稿2枚ある、同じのが2枚あるっていうことにもなりかねない事態と思うと、そういうことがあったんだって知っとくだけでだいぶ違うなって思いました。まあ、ちょっとした文化財ですから、もうモナレザー2枚あるみたいな、そういうことになりかねない、美術ミステリーとして成立するかもしれない、実はババーンみたいな、ね、ことはあるかもしれない、はい、でそういうのを考えると結構頻繁に書き直してらしたり、実は体はアシスタントさんが書いてらしてみたいなのとか思うと、やっぱりプロダクションとしてどう漫画を作ってきたかとか、そういう方向性にもあるので、それも美術史っぽい工房があって、そこでみんな先生のもとでなんか作品作ってみたいなのも、なんかそういうことも思いながら読みました、その話で言うと、なんか藤子さんがこう原稿捨てようとして、海老原さんがちょっと僕にくださいって言って、これが後に美術館に寄贈、なんか贈、なんていうんですかね、こう、寄贈されるみたいなのがあって、本当この時歴史は動いたって感じですよ。ナイスインターセプトで。そう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 。それだけ当時価値が低く、なんて言ったらいいんですかね。話したって感じだったんですよね、多分。あくまで印刷したらもうそれで終わりというものだったんだなってしみじみ思いますよね。単行本すら出るかどうかわからないっていう。しかもあのドラえもんが6巻で完結、いや本当に、まあね、それがゆえのの6巻だったんだと思うんですけどね、ね、っていう、あ、じゃあ多田さんどうでした？ああ面白かったです。で、まあもちろんそのね、6巻の話も面白かった。まあ一回そのドラえもんって6巻で、6巻の第何話目かで終わってるっていうのは有名な話でありますけど、そのレジェンダリーな話が、あ、こういう経緯でもう、しかも完全な背水の陣で挑んでたんだなってことは全然知らなかったんで、すごく面白かったですね。やっぱり歴史のこの裏側を見たっていう感じがすごくしましたし、でしかもなんていうの、そのバージョンによってなんか書き換わってるとか、そういう話は聞いてたんですよ、その雑誌版と違うとか、ちょそれがこんな経緯で、なおかつ、まあ、書いた人ならわかると思うんですけど、一回もね、その6巻の、まあ、あのドラえもんが帰っちゃうっていう、まあ、学年誌の話が終わる話があって、
でその原稿を単行本の時に載せようと思ったら原稿を紛失しました。なほないや本当そうですよ裁判だったんですよこれしかもあんな神回神回、ね、神回を書き直しっていうお前もう一回やれやそれっていう話なわけだけど、うん、トレーシングペーパーで書き直すっていうのが書いてあるんです、うん、まあトレペって書きづらいんですよ、うん、書きづらいって書いてあるよく乗らないんじゃないかともう全然紙質も違うし縛っちゃうし、あのもう検討士とかと全然違うんで、ね、それで書いてたのみたいな思うと、もうそれだけでもちょっと気が遠くなるなみたいな気持ちで、だからそういう技巧的な部分もやっぱりアシスタントとしてやっていらっしゃる方だから、うんうん、具体的な話がね結構出て、だドラえもんの描写の統一性がないから、うん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 、こっち掛け編みでそうそうこっち縦線でそうそうみたいなやつ、うん、じゃあ全部掛け編みしましょうとか、いろんなトンチみたいなことやってたりとか、うんうん、あれは賢いなって思う。賢いなとやっぱね連載の中で生まれるなんていうのかな、うん、そのひらめきっていうの、うんうんうん、あと本当細かい話だけど、あの俺が一番感心したのは、あののび太んちの家の前のブロック塀の形微妙に変わりゆくブロック塀そう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 徐々に洗練していって、もうこの完成型のブロックベッドだったらすぐ描ける。でも実際にはないだろう。そう、ないだろう。そんなの。こんだけ網にして何か意味があるかっていう。そう言われてみればみたいな、ね。こんな、おかしいよなってなるけど、でものび太の家としか言いようのないあれ。そうそうそう。あ、そこまでいろいろね、あって作られたブロックベッドなんだなっていう話とかもあるけど、まあ、やっぱりその、なんて、その、やっぱりその、ね、非常に対照的な、まあ、実際に阿鼻子先生と F 先生がこう仕事は別にしてて、うんうん、あの全くね、あの最初の共同作業でなくスタジオでは仕事をやってるんだよっていうのは今では周知の事実だけど、うん、その全然そのキャラクターの違いをお二人と、うん、そのアシスタントの関係、うん、みたいなのがやっぱすごい面白いっていうか、うん、そうだね、うん、でアシスタントも変な人つまり多いし、それはそうだね。そう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 。ね、チーフの関係とかもあるし、その実際キャラクターのね、あのなんていうのかな、ベースになってるね人たちとかもいろいろ出てきたりして、うん、そういうなんつうの毎回毎回なんていうか、毎エピソードごとになんか法みたいなちょっとお持ち帰りできる豆的なものが必ず入ってるのは。うんやっぱりな漫画としてこうぐいぐい読ませる楽しさがあるなと思いました、ね、あとあのさっき林さんも言ってましたと、あの美咲さんもおっしゃってましたけど、その扉絵でそのマチコ先生、うんうんまあ、だいぶそのなんか僕たちの中ではもうなんか遠い昔の懐かしいキャラっていうイメージ、ね、小学生の頃とかだ、そういうイメージですよねまあ一世を風靡したキャラではあるんですけど、まあなんかまあこれはそのなんで、あの藤子スタジオっていうかと良好な関係があるからできることだと思うんですけど、うんうん、毎回コスプレをしてるじゃないですかそれがやっぱりすごく面白い、今度は何で行くんだろうなみたいな、キャラいっぱいいるからないっぱいいるからでもちろんそのドラえもんとかね、メジャーどころもあれば、なんかボコニャンとかね、あのちょっとニッチな、そう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 、21円もパロソルヘンベイとか、あそれもあジャングロクロベイも入れんのねとか、懐かしいそう今ちょっと出せない感じでやってますけど、しかもジャングルクロベイ、最初にやったのジャングルクロベイだっけ、初めにやった気がしますよ ね、 の方で、で やらせてあげるっつって、あの一コマなんかガーンって任せてもらったら新人が、うん、今回で終わるからみたいなすげえ気合い入れて書いたんだけど、そこだけちょっと絵が違うとか、だからそういう裏側のいろいろ楽しい話、そしてやっぱりなんつうの、もう学校出てすぐそのスタジオに入ってるから、うん、若者のなんていうんですか、青春物語としてすごくこう完成度が高いっていうか、うん、しかもこう裏取りもね、多分すごく知ってるんだと思うので、うん、みずみずしい感覚っていうか、うんうんうん、で書かれていて、今読んでも全然色褪せない面白さがあるかなと思いました。一巻なんかやっぱさ、最後が、うん、あの、うん、この一巻目のやつ、うんはい、ある意味旅立ちっていう感じじゃないですか。ああ、そういう意味でも青春ものとしてよくできてる感じがするかな。ね、確かに。うんまあその中でもだいぶねオーバーワークで大変だったことはあると思うんですけど、うん、でも今ね多分美しく振り返る視点で書いてるから、うん、みんな楽しく読める感じの作品になってるのかなと、うんうん、まあでもさ、なんか時代もあると思うんだけど、うん、漫画がまあやっぱさらにこれから盛り上がっていくというような時代でもあると思うんで、うんうん、あの条件
はそんな悪くなさそうな感じじゃない？なんか割と給料も良かったみたいな話出てなかったっけ？アシスタント代良かったっていうのは業界一ぐらい書いてありましたよね。良心的な F 先生の人柄がでもほぼ専属ねみたいな感じで書いてたりとか、うん、なんかちょっとねその海老原さん独特のそのなんていうの待遇とかキャラクターの独自さ、うん、みたいなものもすごくこの漫画に影響して、うんうんうん、そもそもね最初応募して弟子入りさせてくださいって言ったらじゃあ今度来てくださいってちょっとお名前聞かせてもらっていいですか担当の方のって言ったら、うん、あ F 先生本人だったって藤本ですってガーンそして喫茶店でマンツーみたいな、うん、ありえないよね夢の時間 今無理無理っていうでサインくださいみたいなそうそう、まあ、そういう意味ではすごい劇的な出会いだったっていう意味もあってすごく面白いですね、うん、読ませますよね、うん、っていう感じで僕はその一巻しか読んでないですけどすごく楽しく読みました、うん、って感じですかね、はい、原さんいかがでした？はい、僕あの藤子不二雄って、うん、実は全然読んでない漫画としてそうです、ね、やっぱり子供の頃小中あたりかな、うん、アニメですごく見てたんですよ、まあですね、で例えばドラえもんなんか今で続いてるじゃないですか、うんうん、でもドラえもんあれドラえもんとは別やったんだっけあのキテレツ大百科とかさ、うん、あの、うん、そのゴールデンタイムの時間帯に、はい、あの藤子作品が、うん、他にもいろいろやったりとか、うん、あと藤子不二雄ランドとかありますよ、ね、藤子不二雄ランドってあの夕方の短いやつだっけそれとは別あ2本立てぐらいでやってたなんかね夕方に短い枠で、うん6時50分ぐらいとか10分間ぐらいにパーマンとかそういうのやってた時期があって、うん、2本立てとかうん、そこは世代じゃないんですよそうだよね、うん、で俺はその世代だから、うん、そんなですげえ見てるパーマンとかさ、はいはい、服部くんとかね、はいはい、服部くんが見てたと思います、うん、まあ再放送とかももちろんあると思うんですけど、うん、だからどっちかっていうとやっぱアニメですげえ見てるそうですね、うん、で漫画では読んでなくて大人になってからなんかこうたまにドラえもんの豪華版みたいなのが出た時にさ、うんはい、セレクティブなやつとか、ねうん、そういうので読んでる程度でだからちゃんと読まなきゃなって本当に思ってるっていう感じの、うん、まずは状態なんですね作品量もありますよね、はい、まあそれも本当そうだよねでその中で、これ読んで、ま、すげえ興味深いなっていうふうに思ったんだけど、うん、まずさ、F 先生と A 先生のイメージもまあ全然ないわけですよ読んでないから、うん、あそっかあでもマタロウが来るとかは読んでたりもするんだけどよりによってかよりによってこの恨み晴らされるかってやつ、まあ、コピー機の話をそういうのは読んでたりするんだけどさ、この時代、だから1970年ぐらいとかそれぐらいだったよね、うん、70年代でしたね、で、この人が働き始め73年とかだったっけ、で俺74年生まれだから生まれる頃とかなんだけど、うんうんうん、その頃さだから F 先生よりも A 先生の方が仕事がいっぱいあった、うん、とかさ、うん、なんかイメージ的にそんなイメージじゃないから、うん、そう、分かります、でもあそうだったんだみたいなところとか、それは興味深いよね。で当時あのすごく人気だったのがマタロウ、まさにマタロウが来るのが人気だったみたいな話が出てきたと思うんだけど、そういうのところとか、それからとドラえもんもねさっきも何度か話が出てるけれども、一回だから閉じなきゃいけなかったみたいな、結局その後長く続くし、もはや国民的な漫画でもあり、そうですね、アニメでもある作品だと思うけれども、やっぱそこめっちゃ面白いなっていうふうに思ったんだな。とりあえず最後まで単行本を出させてもらえるみたいな感じ、ね、それぐらいの感じでね、で一回さ今やってんのがあれどっち、テレ、今やってんのが朝、テレ朝じゃない、テレ朝なの、うん、でその前がその前に一回やってますけど、日テレなのか、うん、なんか別のところでやったのかな、なんかこう一回やってるじゃないですか、でそれがすぐ終わっちゃって、はい、で新しく始まって、で、うん、それとほぼ同じようなタイミングで漫画の方もすごく人気が出てくる、うんうん、でその後劇場版やってとか、うんうん、そういうようなことも起きてくわけですよね、うんうん、だ時代となんかこううまく合わさった部分もあると思うんだけど、うん、だそういったところでなんかこう一回閉じようとした作品がね、あの国民的な漫画になるっていうのは本当に今じゃ信じられないですね。信じられない、信じられない。その時歴史が動いてましたね、だいぶ。ね、そういったところはすごく、感じたかな。で、なんかこう、その昔のやつとかもさ、YouTube とかにオープニングとか載ってたりするんですけど、全然見れんだけどさ、もうなんかこう、すっとんきょうすんで。びっくりする。あ、なんて言ったらいいんだろうな。ちょっと
とブルースではないのかな、なんか変な感じの曲調なんですよ。へえ、そうっすね。初代ね。そうその辺とかね。最初のドラえもんなんかおっさん臭い感じ。そう、ちょっとね、頭身が高い。やぼったくて。あと恐ろしいのはなんか実写企画もちょっとあったみたいな。ああ、出てました。実写服部君みたいなことになってた。いや恐ろしい。しかも当時のクオリティでっていう感じです。多分ヨレヨレのあのなんだっけ、設計山遊園地のなんかドラえもんみたいな。怖いよみたいなことになってた可能性が。そうなんだよね。で、あとファンとしてはね、やっぱりその裏話がすごく面白いだろうから、うん、例えばこのキャラの名前はこれに由来してるとかさ、うん、誕生日がとかそういうところとかさ、やっぱりなんかこう、F 先生あんまりそういうところをこだわらない、ね。頓着してない。アシスタントの名前すぐ使っちゃうから。漫画家の周りにいる人は気をつけろ。郷田武史誕生秘話がね、ちょっと入ってますからね。いや、でも優しい、さすがって思ったのが、やっぱ、ジャイアンが本名何ってなったら、その実名の他の実在する子供がいじめられるから、あんまりこう出し渋ってたみたいなのは、なんか人がようできとるって思いました。そうだね。ジャイコもね、ジャイコのあんちゃんでジャイアンでね。ジャイコ本名あったらちょっとあ言われそうだもんな。ジャイコだいぶ言われそうじゃない。でもジャイコは才能豊かで優しい女なんですよ。いやジャイコはいい女ですよ。何の話だ。まあ、そういうところを気遣いの人であります。そうですね、うん、であとちょいちょいね、あの他の作品とかも言及されていたりするから、うん、そういったところもちょっと面白いような、うん、これ規定列について話してるのはここじゃなかったか。でもいろいろ出てきたよね、うん、この間に。確か規定列は一巻では出てないと思います。静岡ですよね、お出身。俺はそう、私聞いたことあるんですけど、静岡県特有の現象として、キテレツ大百科無限地獄っていう、キテレツ大百科が最終回になると来週はキテレツ大百科 1話ってなってループしてるっていう。それはちょっとよく覚えてないけど、出られない無限地獄。静岡県民の子は永遠にキテレツ大百科見るっていうのを聞いたことあるんだけど、そうなのかな。知らんかったそれは。今一瞬キテレツ大百科執着を見せたから、それかって。いやいやでもキテレツよく覚えてて、中学だったか高校だったかで見てんだよね。で結構毎週のように見てたし、であのほらエンディングテーマの初めての中とかさ、割となんかこうその後も広く、ね、あの歌われるような曲とかそういうのも出てきたりとかさ、よく覚えてるな。あと弁蔵さんとかね。弁蔵さん。大人になると弁蔵さんに共感できるんだ。キテレツくんっつって。後からね、弁蔵さんそっくりのね、アシスタントさんが言いますね。そういう、だから藤子プロ作品好きな人がニヤッとできる感じは、本当いっぱい詰まってる。そうですね。静香ちゃんの元ネタがね、みたいな。確かに確かに。ちょっとシャイなね、先生がそこでね。そうそうそう。でもあと我々って結構いろんなアシスタント漫画見てきてたじゃないですか、巨匠の、はいはい、みんなやっぱりこう当時の時代もあってイケイケどんどんだったり、こうはちゃめちゃに働くみたいなのがこう猛烈って言葉で似合う感じ。そうですね、猛烈ですね、はいはい、まあ、確かに。あの藤尾プロなんかまさにそんな感じだった、ね、あでもなんかちょっとやっぱソフトな感じがしたんですよ。そうだよね、本当そう思う。だからこれはなんか海老原さんがこう、うん、テンション的にやっぱ抑えてるとこもあるのかもしれないですけど、なんかこうなんですかね、いい感じというか、うんうん、こうエレガンスな感じを感じました。なんかF 先生のね、そうそうそう、なんか人柄みたいな、ね、あの F 先生の方はなんかこれに書いてあるには定時でワントが帰っていつも同じ時間にピチッと来てっていう感じ。でも始まるのもだから10時半とか、それが割と健全な感じするよね。そうでしたね、だからなんか、こうF 先生はご飯食べなとか、そういうのはすごいしてくれるけど、なんか、うおー俺についてこいみたいな、一緒に映画見に行こうみたいな。そうですよね、そうそう、うん、親分派だって感じなんですよね。F 先生はね、これお金あげるんで食べに行っておいでよ、おいでよ、そうそうそう。でご飯ごちそうするよって、そばみたいな、おいしいんだみたいな、すごい優しいみたいな。なんかそこも、まあ、私ちょっと F 先生に思い入れがありすぎるから、なんか F 先生っぺーって思いながら、猛烈なんていうか情熱はあるけど、こうはちゃめちゃの猛烈な感じはないのがいいなって思いました。本当にキャラ立ちしてるよね、この2人ね。ね、面白いよね。全然タイプ違うんだ。全然違いますよ、ね。だからこそっていうのもあるんですよね。いや、そうだと思います。
でもなんかその当時のここのあったビルが新宿の公園の前みたいな、うん、ああ書いてあったんだとか ね、うん、ねなんかこうほら A 先生が他の漫画家さん呼んでた時とかはさ、なんかこうアシスタントベンチで寝るみたいな結論するからちょっとあのどっか行ってみたいなあれキャンプ気分で楽しいとか言ってたけどどうかなそう私もどうかなまだでもそういう時代だったんだね、まあ、ちょっとのんびりした感じがあるね、まあ、そうなんか公園で寝るはのんびりって言える時代今はなかなか難しそうな気がする若いよね、カチカチのさ、ベンチで寝れるって若いよ、ね、そうだそれはそうだでも A 先生その寝方は腰悪くしますよ椅子2つ並べて椅子2つ腰だけチューブラリングになってるみたいなその辺やっぱりなんていうかなんてお忙しく書いてらしたって感じしますよ ね、まあ、モレス感はありますよね。あ、そうね。あと2人のさ、A 先生と F 先生の、うん、あの、創作の仕方の違いも結構興味深いと思ったんだ。うん、A 先生はもうネーム書かない派って書いてたでしょ。そうそうそう。F 先生はネームきっちりやるみたいなさ、ね、あ、こういうプロの人でもそういう人いるんだみたいな。うん、結構それはあるみたいですね。うん、でもやっぱり個人的にやっぱ A 先生は勢いって感じがすごいするんでしょ。確かに。なるほど。で、F 先生は本当ピッチリ綺麗、あの線がもう乱れなくて、ね、もうなんだろうな、本当美術品みたいな綺麗なこう、しかもモノクロで本当にね、綺麗なんだよ、なんかもう、とかが、なんかそれはそうって、イメージ通りって感じはすごいするな。なるほどな。A 先生タイプだと多分あれなんじゃない、ずっとネームとかさ、うん、こねくりましてきっと飽きちゃうんじゃない。そうそうそう、なのかな、多分。でもさ、だからネーム、あの、それがだから下書きやらないのはわかるのよ、ええ。下書きやってもう一回書き直すとか結構さ、ええ、もうただの作業じゃん。ええ、でも、まあ、ネームからみたいな、みたいな、スバーンみたいなね。それで書けるなんかこう力もすごくない、うんうん、まあ、組み立てができてるんですよね。やっぱ漫画めっちゃうまいんやな、ね。漫画力が高い。漫画力が高い。言うまでもなくですがと言いたくなってしまうくらい、それでも言いたくなってしまうくらい。ドッキャーって感じで。でも、エクセシャピチ。ピチッピチッとこうなってる感じが、うん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 、そうですね、うん、本当にキャラが立ってでね、あの、なんつうの、アシスタントとかもいろいろ出てくるわけですけども、うん、この人が後のとかいろいろ、そうだね、ね、唯一これ一巻だけしか僕読んでないんですけど、うん、この温厚な非常に包容力のあるあの藤子不二雄先生を怒らせた唯一の男ってのが途中出てくるじゃないですか、ね、とんでもねえ人が、うん、彼は後の漫画に出てくるんですか。あ、後に出てきてないかな。あ、そうなんだ。でも何年間かは働いたって書いてあったからすごいよね、書いてた、そのなんか包容力やべえやつ来た靴男高くやってくる方、ね、はい、そうね、うん、まあでもそういう破天荒な人も結構、うん、なんか普通にいた、まあ今もいるのかもしれないけど、イメージとしてあんまりなんかそういう人も目につかなくなった、ね、まあ仕事としてのイメージがね、例えばスタジオデザインスタジオかなと思って、ね、全然漫画描いたことない人がやってきてたね、結構破天荒な、ちゃんと調べろよ、調べろよ、スタジオみたいに見て来ちゃうみたいな、雑みたいな、うん、やっぱ本当漫画って地位低かったんだなって感じですよね。それはありますね。それはありますね。うん、そうだよね。うん、まあ、どの辺で劇的に変わったのかとかっていうのは興味深い話だけど、うん、少しずつだから青年漫画も出てきたさ、うん、もう70年とかだって青年漫画出てきてるけど、うん、でもやっぱり雑なものとしてまだ思われたと思うけど、うんうん、それがやっぱさ、なんかこう80年代、90年代とかで漫画がめっちゃすげえ売れるみたいな、うん、そういうのが確立されていって、で、さらに手塚治虫が亡くなったみたいな、タイミングで、なんか漫画は結構 ね、 そうですね、カルチャーとして格があったんじゃないの。だから皆さん、このいらしているそのアシスタントさんもそのチーフの方も仕事としてとか、まあスタジオからの派遣とかでやってきてっていう感じで、まあある意味プロフェッショナルとして仕事、あの、なんだ、自分の仕事として入ってきたというな仕事の中でファン第一号のアシスタントだった、うんうん、確かに、だから完全にインサイダーなわけですよね。そうだね、うん、ずっとそのファンが中に入ってその状況をこうなんで取材してる状態なわけで、うん、それが非常に生きて漫画になったっていうのは、これは一つのすごい財産だなと思って読みましたね、うんうん、思った以上に周りのね、あの、ね、アシスタントの方ドライっていうか、ビジネスに、そう、ドライすぎるぞってこう、そうそうそう、未来人として思いますよね。お前今やってるのはみたいな100年後に残る話のやつやぞみたいなそうそうそう
と未来人視点でね、うん、見れるっていう楽しさはすごくありますね。まあでもとにかく漫画いっぱい描いててね、うん、なんかその場その場でやっていくみたいな感じで、うん、長い射程で考えてもいないんだろうし、うん、漫画家さんだって、うん、そういう混乱の中で海老原先生が藤子不二雄先生の、うん、どっちかじゃなくて藤子スタジオっていうので書いたあの場とかで漫画作るのが楽しかったんじゃないかなって思わせる、作品になってるのすごくいいなと思います。実際は結構大変なこといっぱいあったんじゃないかなとは思いますけど、その先生以外のアシスタントさんも楽しくキャラ立ちさせて、お話も面白くへーって明るい気持ちにさせるのって海老原先生のカラーだなーって思います、うん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 、そうですね、うん、あとちょっと面白かったのがアビコさんの熱々の少年時代を描いた少年時代ってあれが映画化される話あるじゃないですか、それと井上陽水、井上陽ね、もう今ではねだいぶ曲としても有名になってるけど、もう F 先生がもうノイローゼになるぐらい井上陽水を聞かされるとかね、ちょっといいエピソード、いいエピソード、時代感がね、すごくで、そこに空気を読まずにねレコードを買ってくる A 先生もうオチができすぎているよね、本当に本当なんかコンビ漫才みたいな、でも、やっぱ取材が来たらでも2人はいつもプリキュア一緒に夢を壊さない、そう少年向けの、ね、あでも確かにプリキュア初代ですよね、恐ろしい子とこう活発なスポーツする子みたいな、そうすごいデコボココンビで面白いですよね、そうやって、でただこれ結構一巻は、刊行されたのちょっと前なんですけど、今読むといいなって思うのが、後書きに、あれ？あ、そうだ、A 先生の後書き載ってるんですよ。書いてましたね。海老原くんへって、これがまた来る。そうですね。今となっては、そうですね。なんか、A 先生っていう気持ちなので、今読むでもまた違った味わい出るっていう意味でおすすめですね。内容も A 先生っぽいよね。書いてる子さんまで。ドーン締めだし、そう2巻3巻読んでないんでちょっと読んでみたいですね、なんかね被るような内容もあったりとか、さらに新しい内容も当然あるんですけど、ちょっと触れられたものが掘り下げられたりっていう感じでね、とても興味深い。そしてやっぱ最初の方でも言ったけど、4コマとかさ、4コマじゃなくて8コマみたいな不思議な形式で書かれたりもするんだけど、ただなんか読み手がすげえあるよね。あ、そうですか。さーって読める感じでもないっていうかね、なるほど、楽しんで味わって読めるっていう、そういう作品ですね。でも全然読みづらさはないです。あ、もちろん、そうですね、はい、そんなところですかね、はい、はい、ということで今回は林さんのおすすめ作品ということで、藤子スタジオアシスタント日記マイチング漫画道、という作品ですね、海老原武さんの作品を取り上げました。はい、次回なんですけど、次回は原のおすすめ作品で、前にも一度、取り上げたスケラッコさんの、ここは鴨川ゲーム制作上、その2巻が出て、2巻で完結しましたんでね、それを取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林と田田と美咲でした。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。